Thank you.
ドルする仲間を戦うキャラクターを登録する最強のならないやするキャラクターが決まったらこのチームで戦うチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリの発動ラウンド、バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。敵が現れた。準備はいい。面白くなってきた。俺が王の力よ。ワンサビはここまでだ。さあ始めよう。次は終わりだ。面白くなってきた。始めよう。ラウンドは敵のアビリティが発動だ。俺が片付けてる。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃。よし合戦決定。敵のアビリティ発動。いいぞ。逃げ惑い地獄へ送ってやろう。仲間のアビリティ発動だ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。テア敵のチームの攻撃だ。終わりだ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。ボタンを押せ。ガード成功。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。面白くなってきた。ラウンド始めよう。敵のアビリティ発動だ。俺が片付けてやる。テストモード突入。光っているテストカードを順番に枠にそのカードをテストカードの力が解放されたぞ。テスト必殺技発動準備完了。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで知力を回復だ。よし発展決定。逃げ惑い地獄へ送ってやろう。はぁ仲間のアビリティ発動だ。チェンジモード突入。ここまでだ。カードを突入止めるんだ。いいぞ。この次は凄まじい。スーパーサイヤ人3に変身したぞ。ロックオンモード突入。カードを持つ仲間のアビリティ発動だ。始めようか。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君の地位の攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。バーストモード突入。カードをこすって力を止めるんだ。スーパーバースト達成だ。一目テアン。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。いい攻撃だ。さあ、あれ？
よし。カードを画面の絵のように動かして。よし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 。実験開始だ。カードを取って敵の攻撃を受け止め、分析完了っと。いいじゃ、バイバイ。これが今回のスコアだ。ウルトラクリアだ。すごいじゃないか。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。これは珍しい。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリがいっぺみてえだ。このラウンドのバトルアプリを捨てるしかねえみてえだな。捨てるバトルアプリを選んで作ろう。捨てたバトルアプリ、バトルアプリ、バトルアプリを捨てる。カマトの人数な、絆レベルアップだ。一族の誇りと共に戦おう。絆レベルアップ。バトルする仲間を選ぶ。戦うキャラクターを、これは死ぬの最強チームと戦うんだ。ハイを選んでくれ。登録し直すならチーム決定だ。おい、君と一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリ、バトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。敵が現れた。準備はいい。お前の相手はこの俺だ。仲間のアプリ発動。面白く
くなってきた。俺が王の力よ。ハジミンよ、ハイダクボールの一生完結だ。ハジミンよ、ラウンドワン。敵のアビリティアタッカーを決める。赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。逃げまどい、地獄へ送ってやろう。仲間のアビリティが発動だ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。
今回のスコアだ。ウルトラクリアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。これは珍しい。ラッキーだな。協力して突破しよう。バトルする仲間。バトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。するぞ。戦争開始。敵が現れたぞ。準備はいいか。仲間のアメリカ発動だ。面白くなってきた。これが王の力よ。今回のスコアだ。うる想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ハイスコアだ。いいのが手に入ったみたいだな。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリ、このバトルアプリ
デカバック。あとバトルアプリのチーム、バトルアプリをくれたも仲間との絆。あったか。バトルアプリのチームボーナス。仲間との絆レベルアップだ。バトルする仲間。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。敵が現れた。準備はいいか。仲間のアビリティ発動だ。面白くなってきた。俺が王の力だ。まさにはそこまでだ。始めよう。仲間のアビリティ発動だ。
よいしょっと。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。これが今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ハイスコアだ。いいのが手に入ったみたいだな。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリが行ってみてえだ。このラウンドのバトルアプリを捨てるしかねえみてえだな。捨てるバトルアプリを選んでくれ。仲間との絆が深まったぞ。バトルする仲間。戦うキャラクターをこのチームで7枚まで。このチームで、はい、チーム決定だ。バトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。すると戦闘開始。敵が現れた。準備はいいか。体力ボーナスがアップしたぞ。ヒーローエナジーがアップしたぞ。バトルアプリのチームボーナス。ラウンドワン。敵のアビリティ発動だ。アタッカーを決める。赤いエリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。ロックオンモード突入。カードを仲間のアビリティ発動だ。これからが本番だ。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。
ハイモード突入。メインを。よし。このまま今のカードを合わせるんだ。リードが成功したの。ちゃちゃっと片付けてやるか。ペットモード突入。使っているペットカードを。このカードこのカードこのカードをペットシステムから解放されたぞ。ペット必殺技アルファシールド完了。止めるか。アルティメットユニットチャンス。光っているカリーダーを得る。リーダーを得る。次にメンバーをエリアに置く。よし、ボタンを押してユニットを発揮。ユニット効果仲間のアビリティ。これはアタッカーを決める。赤いエリアで敵に攻撃。よし、発展チェンジモード突入。カードをこすって火を止めるんだ。いい顔、そのままこすり続けろ。よし、この調子だ。スーパーハイヤ人2に変身したぞ。なんて凄まじい気だ。覚悟はいいか。スーパーハイヤ、いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。今回のスコアだ。ウルトラクリアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。やるじゃないか。カードゲットだ。バトルアプリ発見。もうこのラウンドのバトルアプリが一気見ていだ。そのバトルアプリ出た。バトルアプリ、あとバトルアプリのチームバトルアプリを捨てたもん。経験値アップ。仲間との絆レベルアップだ。仲間と合流して先バトルする仲間を選んでくれ。戦うとこのチームが勝つ。チーム決定だ。バトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。準備は一刻してやろう。体力ボーナス。ラウンドワン。敵のアビリティを発動。アタッカーを攻撃。赤いエリアで敵に攻撃。よし、発展決定。ロックオンモード突入。カードを動かす。仲間のアビリティ発動。今から本番だ。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。終わりだ。ボタンを押せ。
今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。カードゲットだ。バトルアプリ。もうこのラウンドのバトルアプリがいっぱいみてえだ。このラウンドのバトルアプリを捨てるしかねえみてえだな。捨てるバトルアプリを選んでくれ。このバトル出たバトルアップ。おや、もっと強くなれる。あ、バトルアプリのチームとかバトルアプリを仲間と絆レベルアップだ。バトルする仲間バトルアプリをバトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。
体力ボール。次こそきっと勝てるぞ。俺の計画は
誰にも邪魔させん。これが今回のスコアだ。やるじゃないか。まさかここまでとは思わなかったぞ。アイテムゲットだ。バトルアプリ。もうこのラウンドのバトルアプリがいっぱい見て、そのバトル出たバトル、あとバトルアプリのチームバトルアプリを捨てた。仲間との絆が深まったぞ。バトルする仲間を選んでくれ。戦う。このチームは勝利だ。ここだ。おい、一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶ。バトルアプリを発動するのはバトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると、戦争開始。チェンジモード突入。
今回のスコアだ。やるじゃないか。まさかここまでとは思わなかったぞ。アイテムゲットだ。バトルアプリ。もうこのラウンドのバトルアプリがいっぺんみてえだ。このラウンドのクローンバトル。下手バトル。バトルアプリのバトルアプリを仲間との絆が深まったぞ。仲間と合流して仲間と合流して先強い力を秘めているぞ。
ードゲットだ。協力して突破しよう。仲間と合流して先に、仲間と合流し、バトルする仲間、戦うキャラクターを攻略する仲間、7枚まで登録できるぞ。このチームで戦うチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリの発動、バトルで使用するアイテムを選ぼう。すると戦争開始。敵が現れた。準備はいい。心配する。すぐ楽にして。体力ボーナス。体力がアップした。裏切りパーフェクト発生率がアップしたぞ。バトルアプリを。ラウンド1、敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。終わりだ。アタッカーを決める。赤いエリアで敵に攻撃。よし、発展決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。チームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。
今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。やったな、リアチキ。バトルアプリ。もうこのラウンドのバトルアプリがいつもバトル。セカバトル。あとバトルアプリのバトルアプリを選びました。仲間との絆が深まったぞ。バトルする仲間を。俺は死ぬのに死ぬ気が止まらないや。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンド。バトルアプリ、バトルアプリの発動。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。
バトルアプリ効果発動。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。敵がエリート連携パーフェクトを決めてきたぞ。今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。いいのが手に入ったみたいだな。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリがいつもバトルアプリでいいんだな。出たバトルバトルアプリのバトルアプリを捨てたもん。経験じゃ。仲間との絆レベルは絆レベルアップだ。仲間と合流して先に進もう。
するキャラクターが決まったらこのチームで戦うチーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリのバトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。今回のスコアだ。ウルトラバトル想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。はい、いいのが手に入ったみたいだな。バトルアプリ、もうこのラウンドのバトルアプリで、このバトルアプリで出たバトルバトルアプリのバトルアプリを仲間との絆が深まったぞ。
バトルする仲間を得る。バトルアプリの発動、バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると、戦闘開始。敵のアビリティ発動だ。
突入。スーパーバースト達成だ。覚醒バーストチャンスだ。ノビリティ発動だ。熱望を刻んでいる。ザコラジ。いじめに消えろ。ノビリティ発動だ。ヘイ。ボタンを押せ。バーストモード突入。スーパーバースト達成だ。覚醒バーストチャンスだ。ごめんぞ。ノビリティ発動だ。絶望を刻んでいる。ザコラジ。いじめに消えろ。ノビリティ発動だ。ケイ。バーストモード突入。スーパーバースト達成だ。覚醒バーストチャンスだ。ノビリティ発動だ。絶望を刻んでいる。ザコラジ。いじめに消え。 KO。 落ちたのか。次こそきっと勝てるぞ。倒しがいのない奴らだ。これが今回のスコアだ。バトル。やるじゃないか。まさかここまでとは思わなかったぞ。アイテムゲットだ。バトルアプリ。もうこのラウンドのバトルアプリがいっぺみてえだ。このラウンドのバトルアプリを捨てるしかねえみてえだな。捨てるバトルアプリを選んで、その捨てたバトルアプリ、バトルアプリのチームバトルアプリを仲間との絆が深まったぞ。いいのが手に入ったみたいだな。いいのが手に入ったみたいだな。いいのが手に入ったみたいだな。手に入ったみたいだな。
からは分かれて仲間と協力して突破しよう。仲間と合流し、仲間と合流して先に進もう。ここからは分かれて進む必要が、仲間と協力して突破しよう。仲間と合流して先に進む、仲間と合流して先に進もう。仲間と合流、仲間と合流、仲間と合流、仲間と合流して、バトルするな。戦うキャプテンチームの勝利に敗を選んでしまう。登録チーム決定だ。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。恐ろしい。君の力だけが頼りだ。頑張って。あれは帝王玉だ。敵のアビリティが発動だ。仲間のアビリティ発動だ。
発動チャンス。使いたいバトルアプリを枠に入れてくれ。バトルアプリセット完了。敵のアビリティ発動だ。合体モード突入。メインを枠の中で押し、パートナーをこのまま2枚のカードを引けるんだ。ホタルが立ち上がる成功だぞ。仲間のアビリティ発動だ。これからさ、アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアに呪力を回復だ。よし、作戦決定。敵のアビリティ、しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。チームの攻撃だ。チェンジラッシュモード突入。チェンジラッシュをガードをこすって戦いの記憶を呼び覚ますんだ。もう少しだ。頑張る。チェンジラッシュ成功。ここからが本当の勝負だ。修行のせいだ。雲のバトルに突入してやるぞ。
戦を騙そうか。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。次こそきっと勝てるぞ。バトルする仲間を選んでくれ。バトルする仲間を選んでくれ。
凄まじい。ここからは仲間と協力して突破しよう。仲間と合流して先。バトルするな。戦うキャラクターを殺す。仲間を守るチームで見せてやる。愛を選ぶチーム決定だ。次にバトルアプリを発動する。バトルアプリの発動ラップ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦闘開始。君の力だけが勝つ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動。まだまだこんなもんじゃねえぞ。まだまだこんなもんじゃねえぞ。体力ボーナス。まだまだこんなもんじゃねえぞ。敵のアビリティ発動だ。アタッカーを決めるには赤いエリアで敵に攻撃。よし発展決定。敵のアビリティ。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。お倒せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。敵のアビリティ発動だ。お倒せ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。止めだ。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。決めそうだ。敵のアビリティ発動だ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。やるじゃないか。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ダウンの数敵のアビリティ発動だ。アルティメットユニットチャンス。光っているクリーダーをエリアで送るんだ。ボタンを押してユニットを発動だ。ユニット効果発動。こんなもんじゃねえぞ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃。よし発展決定。敵のアビリティ。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。
ボタンを押せ。パーフェクトだ。ミラクルだ。ガード成功。カウンターラッシュモード突入。カードをこすって反撃だ。カードをこすって追撃だ。一気に蹴りをつけてやる。カードをこすればこするし、いいぞ。すさまじい力なしだ。パーフェクトラッシュ達成。しまう。カードを大きく擦るんだ。もっと擦って木を振るんだ。もっとだ。もっと擦る。君のチームが使ってます。よし、ここから逆転だ。君のチームの攻撃だ。チェンジラッシュモード突入。チェンジラッシュをカードを擦って戦いの空気を呼び覚ますんだ。もう少しだ。頑張れ。ここからが本当の勝負だ。修行の成果、ゼロバンドに詳しい知恵してやるぞ。
解体バトルアプリをワッドバトルアプリセット完了。仲間のアビリティ発動、敵のアビリティ発動、仲間のアビリティ発動、そんなもんじゃねえぞ。赤いエリアで敵に攻撃、よし、バトルアプリ効果発動。敵のアビリティ発動、ロックオンモード突入。仲間のアビリティ発動だ。まだこんなもんじゃねえぞ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。敵のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。止めな、ヘリソンの。ボタンを押せ。敵のアビリティ発動だ。ソンの。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。素晴らしい戦いだったぞ。やった、俺たちが勝ちだね。これが今回のスコアだ。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ハイスコアだ。いいのが手に入ったみたいだな。もうこのラウンドのバトルアプリがいってみてえだ。このラウンドのバトルアプリをスローバトルアプリ、セタバトル、バトルアプリのチームボーナスとバトルアプリを捨てたもん。仲間、絆レベルアップだ。絆レベルアップだ。絆。
珍しい。ラッキーだな。珍しい。ラッキーだな。ゲットだ。